学習院大学をご卒業され、4月1日から社会人として新たな生活をスタートされた愛子さま。ご就職先の日本赤十字社、以下、日赤、では事業局の青少年、ボランティア課に配属されたが、具体的な勤務内容が18日に明らかになった。側近が明かしたところによれば、愛子さまは個人やグループで活動する赤十字のボランティアに向けた情報誌の編集や、 研修会の運営などを担当されているとのこと。また新規採用の同期職員と同じように、先輩職員とお仕事に取り組まれているという。日赤に入社されてから間もなく3週間になるが、愛子さまは連日ご通勤されているとも伝えられた。常勤の職宅職員として採用された愛子さまは、後続としての活動とお仕事の両立を目指されています。 ですが入社後にお仕事を休まれたのは土日を除けば11日の木曜日のみと聞いています。この日は上皇ご夫妻に入社のご報告をするため、戦洞御所を訪問されていました。前日の10日は明治神宮を参拝された後に出社されるというご聖勤ぶりでした。また14日の日曜日には宮内庁学部で春季雅楽演奏会も鑑賞されています。今後は 在宅勤務なども取り入れられる可能性があるとのことです。皇室担当記者。明らかになった愛子さまの業務内容に、ネットや SNS では簡単する声が広がっている。情報誌の編集といったお仕事は分才も終わりになる愛子さまにはふさわしいというか、赤十字社側もしっかりと愛子さまを新入社員として迎えたという姿勢が感じられて、好ましく感じますね。 都市宮様は文才に優れているので、情報誌編集はぴったりな配属だと思います。作文を見てもわかるように国語力が高く、語彙の選び方にセンスがある都市宮様にぴったりのお仕事。日本語、日本文学やボランティア活動に造形が深い都市宮様にぴったりのお仕事だと思います。ぜひ読んでみたい、情報誌の編集はぴったり。こうした声が上がるのも当然だろう。 愛子さまといえば、これまでも優れた文才を発揮されてきた。愛子さまはご卒業やご就職にあたり、苦内記者会の質問に文書でご回答されていました。ご自身の言葉で綴られた文章には、優しい人柄だけでなく、困難を抱える人々の力になりたい、という強い信念が感じられました。そんな愛子さまの文才は、以前から注目を浴びていました。 学習院女子中等科の卒業文集に寄せられた作文では、修学旅行で初めて訪れた広島市の原爆ドームをご覧になられ、平和を希求する意志が芽生えたことが綴られていました。愛子さまは、平和は人任せにするべきではない、と考えを示され、この時からすでに資料深い視点をお持ちでした。きっとお仕事でも、才能を生かされることでしょう。前で、皇室担当記者。 新しいことにチャレンジされながら、愛子様は日々前に進まれる。